皆さんこんこにちは今回の授業のテーマは化式と極限についてです、えー、皆さん数列の全化式という言葉覚えてますか数学 B で数列を学習していった時に数列の最後の方で全化式というものが登場したはずです。今日はその全化式の解法を復習しながら極限への計算へと話を移していきたいと思います。今日は問題から入っていきますね。 はい問題出てますね次の条件によって定められる数列 AN の極限を求めよですはい、次の条件によって定められる数列というのは A1 イコール 1, 1初項が1ですそして AN プラス1イコール2分の 1AN プラス2ね N イコール1、2、3、点、点、点そうこの AN プラス1イコール2分の 1AN プラス2という関係式があれば A1 からスタートしていってね、A1 イコール1ね、A1 イコール1をここに A1 の値を代入すると A2 が出てきます。A2 の値が出てくるとこの部分に A2 の値を代入すると A3 の値が出てきます。A3 の値をここに代入すると その次 A4 の値がと出ていくわけねそう A=1 という初項を与えこの関係式を使っていくと A2A3A4A5 点点ね以下同様に数が出てくるわけです。まずこの問題ではこの全化式を解いて一般項を求めないとダメなんです。まず最初ねポイントを、えー、赤のチョークで書き込みます。 はい、まず AN+1=2、ま、AN 分の 1AN+2 の一般項を求めるわけです。一般項が求められてからこの極限の話へとなっていくわけです。はい皆さんこの全化式の解法解き方覚えてますかはいちょっとねこのポイントというやつであるものを隠しますポイントというやつでね。 an 1an すでよねはいこのポイントのやつでこれ隠しちゃったんですどうなりましたこれだけ見てごらん an 1an ねこの形だったらどんな数列かよくわかるでしょうそう大 n 項の an に定数の1 2をかけたら次の n+1 項目が出てきたこの形なら 公費2分の1の等比数列と言えるんですよこの形ならねこの形なら公比2分の1の等比数列のところがあいにくねあいにくはいプラス2がついちゃってるから公比2分の1の等比数列とは言いづらいんですプラス2があるから公比2分の1の等比数列とは言いづらいこのプラス2さえなくなってくれたら a n 足す1イコール2分の 1a n という形になれば公費2分の1の等比数列と言いたいわけ。このねプラス2を取る方法を考えるんです。プラス2を取る方法ね。今日の授業はこのプラス2を取る計算テクニックから始まっていくわけです。ではそろそろ白のチョークで回答を書いていきます。a n 足す1イコール 1> 1 2分の 1an ねプラス2ね与えられた全化式を丸一としました。このプラス2を取る方法、えー、実際にはね私が担当してた数学 2B の数 b のところでこのテクニックを紹介したんです。これを考えるんです。 ここがポイントになりますまず最初のこの化式を解くポアルファの1時間形式の作り方はねはい an+1 すの係数1ねそれがここに1省略されてます。an の係数2分の1ね α の係数2分の1ねそして取りたい定数項をプラスにプラスにそのまま書いたんです。そう言い換えればね an をアルファに書き換え、an+1 すをアルファに書き換えたアルファの一式関係式と考えてもオッケーです。文字,えー、文字の部分ね、文字 an をアルファに書き換え、文字 an+1 すをアルファに書き換えたものと捉えてもいいです。なぜこれを考えるのか、はい、いいですか？上の式を丸1、下の式が丸2になっています。1から2を引くんです。丸1から丸2を左辺は左辺、右辺は右辺で引いてあげるとどうなります？ 1> 丸1引く丸2ね。はい、ちょっとここにね、丸1引く丸2の計算を入れてみます。丸1から丸2を引くんです。そうすると皆さんどうなります？左辺、an 足す1マイナスアルファイコール左辺で引き算が終わりました。右辺は右辺の場合にはプラスにプラスに引き算するはなくなるからここの箇所 2分の 1an と2分の 1α だけ見ていれば2分の 1an と2分の 1α が出てきますから丸1から丸2を引く右辺においてねプラスに消えちゃう2分の 1an 引くことの2分の 1α2 分の12分の1が共通ですから2分の 1an 引く α になるわけですそしてはいみんなねこの α という文字を使う アルファという文字を使ってますけどもアルファは本当はいくつなのアルファの値は本当はいくつなの気がついてきたよねこの丸に。丸にはアルファの一次関係式ってさっき読んだけどもこれは別名アルファの一次方程式と言っていよね。丸一は別名アルファの一次方程式ね。はいこれ解くの簡単だよね。二分のファを移行します。アルファ 引くことの2分の 1α ね。α を左辺に送り込んで同類項処理すると、2分の 1α イコール2になるね。暗算でやってね。α を左辺に送って同類項処理しよう。2分の α イコール2。2分の α イコール2。つまり α は4なんです。α4 ね。はい、この後ろにね、実は α は4ですよっていうのを書いていました。α は4ですよと。はい、今ね。 点点点丸にを考えるポイントって書いたんですけど、なんでこんなものがポイントになったんでしょう。はい、みんなここゆっくりと見てください。塊で見ましょう。塊で、この a n 引くアルファを一塊のものと見るわけ。a n マイナスアルファを一塊のもの。a n プラス1マイナスアルファを一塊と見るとどういうことが言えるか。a n 引くアルファね、右下に n がついてるから。 a_n 引くアルファで第 n 項目という見方ができるんです。そして左辺においては a_n 足す1引くアルファね同じような式ですけども右下番号が n プラス1だから塊で n プラス1項目と見ることができるんです。そうすると右辺が第 n 項、左辺が第 n 足す1項。そこに定数をの2分の1をかけると等比数列の関係式が見えてくるわけです。 ちょっとね黒板がギリギリになってきましたからこの式をそのまんま板書の位置を切り替えますそして今話したことを赤のチョークと黄色のチョークでコメント的に書き込んでいきますでは板書の位置を切り替えますはいでは先ほどの式ねそのまま書きます。AN プラススマイナアルファね 二分の一括弧閉じ a n 引くアルファ。そしてアルファは実は二だったわけです。あ、アルファは実は四だったわけです。すみませんね。はい。これだったら見やすい位置に来たから。赤のチョークでコメントを入れます。塊で見るんです。いい塊でね。これで一塊。そして。左辺においてもこれで一塊ね。 同じ格好をしてるでしょ。a n 引くアルファ、a n たす1引くことのアルファね。同じような形してるね。違うのがこの右下番号 n。こちらでは右下番号 n たす1項、n たす1って書いてあるから、これで n 項目と見てあげるんです。a n 引くアルファを一つの塊とみて n 項目そ。そうするとこちらは n プラス1項目になります。 はいしっかりと見えたかなはいじゃあこれを言葉でで読んでいきます N 項目に定数の2分の1をかけたら N+1 す項目になってるんです。N 項目に定数2分の1をかけたらイコール N+1 す項目ねこれが等比数列の形なんですこの2分の1が公費の役割をしてるわけです。 公費の役割をしているわけね。いいかな。n 項目に定数1 2分の1をかけたら第 n たつ1項目ね。そしてアルファは実は4になっているわけです。これが二つ目のねポイントなんです。二つ目のポイントというか、えー、重要なところだからこれ貼っておきます。ここが大事なんです。この見方が大事なのね。 計算上のポイントはアルファの一時関係式を考えて丸一引く丸二でやってきた。なんでそんなものをやったか。ここに等比数列の形がうまく決まったからなんです。これをベースにして、これをベースにしてね、これをベースにして、a n を求めていきます。はい、意味分かったかな？えー、ここでは a n 引くアルファが第 n 項目。それに二分の一をかけたら a n 足す一引くアルファ、n 足す一項目になった。何回も繰り返していいよ。 等比数列の形ができたわけです。はい、では。ここから始めていくと、第 N. 項募ね、いいかな。A. N. 引くアルファね。一般項を作るんだよ、一般項。等比数、これは等比数列の形になった。等比数列の第 N. 項募目。ちょっとアルファをでかく書いておきましょう。なんかさっきからアルファが小さくなってきてる。 はい第 N 項目ね等比数列の第 N 項目は初項かける公比の n-1 乗はいこれさっき、えー、打ち込んだこれ N 項目です。そしてこれはこの等比数列の最初の項。 初項ねそしてこの二分の一が上で黄色丸で囲んだ公比ですはいこう書けば理解できるね等比数列の第 N 項目は初項をかける公比の N-1 乗ねはいじゃあこれをそろそろまとめていきますさて A1 はいくつでしたっけ A1 はい A1 をちょっと戻って確認しましょう A1 1の値は 1A1=1 確認したねじゃあ先ほどの板書の1へと戻っていきます A1 が1でアァは4はいあとはこれを a n イコールへと変形すればいいんですはいアルファと A1 にこの1と4を代入しますはい AN ね引くことのアルファこれ4ですここでアルファと A1 の値代入しますはいここは A1 引くアルファ A11 アルファ4ここは11引く41引く4ねマイナス3ですはい AN 引き算が出てきたねこれを AN イコールにするとつまり AN イコール4マイナス3かける2分の1の N 引く1乗はいつまりはい、しっかり確認ねつまり AN イコール4マイナス3かける2分の1の N 引く1乗ねはい、ここまでが数学 B の数列の全化式の解法になったわけですだけどもこの問題のメインテーマはこれなんですよ この一般項が求められないと話は始まらないそして最後に極限を取るわけね。極限は楽勝の楽勝問題に変わったでしょ楽勝でしょはい。n-1 引く乗ねカッコの中は2分の1だよねそう公費2分の1はマイナス1とプラス1の間にある数だから公費がプラマイ1の間にあればこれはゼロに向かって進んでいくわけです これの極限進んでいく目標値は0ねこれは何度もやってきたよねここまでくればもう終わりなんですはいでは最後のフィニッシュに入りますよってリミット n 矢印無限大 an これはリミット n 矢印無限大 n 分のの N-1 乗はい影になって見えなかったかもしれないからよってリミット n 矢印無限大 an はどうなったか an は 4−3×n1 上の式をそっくりそのまま入れましたそしていつものようにここだけチェックしましょう n-1 乗の中身は2分の1この部分は、はい、いつものね記号ね ゼロに向かって進んでいくわけです。ここの極限はゼロです。はい、そうすると三かけるゼロだよね。具体的に残った数はこの四だけになるね。中括号が近づいていく値はこの部分がゼロに近づくから四引く三かけるゼロでここの四だけが残ります。イコール四。これがこの問題の a^n の極限となります。 はい、最後のところしっかりと確認しといてください極限の計算は楽勝問題なんだよ楽勝でしょこれは分のの N-1 乗0に向かって進んでいきますはいでは全体の流れを軽く振り返っていきましょうでは最初の問題のところ問題文のところへと戻っていきます、はい、今回のテーマはこの全化式を解くこと、ね、そのテクニックはどうすべきか全化式を上に書く。 そして ANAN+1 たすの文字のところを α に書き換えた α の位関係式ね係数と定数項はそのまんまにしてあげるわけ。そして上の式から下の式を引き算してあげると定数項のプラス +2 が取れて、ね、と定数項のプラス +2 がうまい具合に取れてこの形ができたこの形は板書の位置を切り替えた時にどうになったかというとはい板書の位置切り替わったわけです。 このようになったわけです。塊で見て、a_n 引くアルファは第 n 項目、a_n たつ1引くアルファは n プラス1項目、n 項目に定数2分の1をかけて n プラス1項目になるから、公比2分の1の等比数列が発生したわけ。ここが大事なわけです。じゃあ等比数列の一般項は第 n 項は第 n 項イコール諸項をかける公比の n 引く1上で一般項が得られた。 最後の最後で a の値と α の値4を代入してあげるそして an= イコールに変形して最後の極限の計算は楽勝の問題だよねはいここが0に,に向かって進んでくれた計算結果はここの4が残っていったわけです。 全化式の解法とその極限がテーマでしたまず全化式が解けることここをしっかりと押さえておいてください問題の解説はここまでとしますはい、今回学習した問題を軽く復習しておきましょうまず今回は全化式が与えられました全化式はちょっと一般的に文字を使って書いておきました AN プラス一イコール RAN プラス C ねそしてこの R と C は R と C は定数とします RC は定数ねそして AN の前の係数の R AN の前の係数の R はこのような条件を付け加えておきました R はマイナス一より大きく一より小さいここが大事だったんですそしてこの全化式の解法はどこにポイントがあったか AN と AN たす一の場所は 文字 α に書き換えてあげる係数 R および定数項 C をそのまんま書き下ろす α の一時関係式を考えるこの α の一時関係式は別名 α の一時方程式で α の値はこの一時方程式を解けば具体的に求められたわけですそして計算上のテクニックは上の式から下の式を並べて引いてあげる左辺は左辺、右辺は右辺で引いてあげると AN たす1マイナスアルファイコール R かける AN 引くアルファが出てきたわけですそして大事だったのはここがはい赤の矢印が指してますねここが公比 R の等比数列の形になった第 N 項目に定数 R をかけると第 N プラス1項目はいここが等比数列の関係式になったことから一般項 AN 引くアルファ第 N 項目ね等比数列の第 N 項目は 初項 A. 1引くアルファかける。公比の N. 引く一乗で。この上に書き出した数列の第 N. 項が得られた。あとは、これを A. N. イコールへと変形すれば。A. N. イコールへと変形すれば、一般項が得られます。でも、ここは数算の授業。リミット N. 矢印無限大 A. N. とくるわけです。この A. N. は上の式を見れば AN。A. N. はアルファプラス A. 1マイナスアルファ。かける R. の N. 引く一乗ですね。上の式を単に代入しただけ。 そして極限の計算で大事なのは。r. の n. 引く一乗、n. がついているのはここだけなんです。この r. は先ほどこのような条件をつけておいたんです。今回の問題ではね。今回の問題では、r. が二分の一だったんです。二分の一ね。r. はプラマイ一の間の定数として設定してあるから。r. の n. 引く一乗がゼロに向かって進んでいくわけです。極限はゼロになっちゃうわけね。ここがゼロ消滅して、残った値はイコールアルファ。これが出てくるわけです。 今回はかなり時間をかけましたけども前科式の解法および最後の計算結果これ面白いものが出てきたでしょうそうなんですこの2行目の式で立てた α の一方程式を解いた値がこの問題の極限値になるんですここをしっかりと押さえてもう一回問題をやり直してくださいそれではこれで今日の授業は終わりにしますはい皆さんお疲れ様でした